さあ始まりました JK の LINE あるある。果たしてどんなあるあるが飛び出すのでしょうか。期待しましょう。早速のあるある、気になっている先輩との LINE を読み返しています。こういう時に限って LINE ってくるんですよね。来ました。なっと、いきなり LINE が届いて即既読。これは恥ずかしい。そこにさらに2通目。吉田、この誘いかなり嬉しいのでは。好きな人からの LINE で一人部屋で謎のハイテンションですね。見事な動き。ただここでがっついてはいけません。いいですよ、落ち着いています。出ました、この表情。好きな人が既読をつける瞬間を見たい。片思い時限定あるあるです。既読来た、よし。ここで LINE を一度落としました。俺はすぐに既読をつけずにじらしているようですね。若い。おっと、効果があったのか。父親ですね。父親だった。好きな人かと思ったら別の人あるあるです。美しい既読スルーです。先輩には返信したようですね。あれ、しかし既読がつきませんね。じらしが悪い方向に響きましたね。おっと、ここで速報です。たった今某 SNS に先輩のつぶやきが投稿されたとの情報が入りました。 SNS を優先されました。ここから気になりすぎて3秒に1回スマホを確認のルーティーンに入ります。電球の紐ボクシング、空中自転車漕ぎ、溶けないルービックキューブ、トランプタワー、そして瓦割り。素晴らしいコンビネーションです。勉強しろ。しかし一向に LINE は来ない。吉田に眠気が襲います。寝るな、寝ないでくれ吉田、寝ないでくれ。完全に落ちましたね。やっと、痛恨の既読をつけたまま寝落ち。これは痛い。既読をつけてからすでに43分経過。冷静に対処したいところです。ん？土曜日は暇なはずですが。本当は暇だけど忙しいふりですね。若い。 LINE が来ました。再び父親だった。先輩から返事が来ません。読み返して後悔しています。あー、やってしまった。余計なところを押して変なスタンプを送信してしまった。最悪のパターン。積みましたね。ゆっくりと起き上がり最後の力を振り絞る。ここから逆転できるのか。吉田、ここは本音を見せるようです。そう、これでいいんです。素晴らしいです。うわ、あるあるですね。